はい。えー、では、えー、10年分にわたって、えー、旧センター試験ですね。漢文解説をしていきたいと思います。えー、文章を読む前に、 句法であったり、漢文単語を確認したい場合にはですね、はい、あのー、この漢文知識事項総点検というもの、えー、この再生リストの中に入れてありますので、そちらで確認してください。えー、大丈夫でしょうかね。はい、これが、まあ、これと同じような読み方ができていることを、まあ、ある程度前提として、授業の方をやっていきたいと思います。さて、まあ、 読解における11道具と書かせてもらいましたが、まあこれは漢文だけではなく、えー、古文も現代文も私が読むときに、まあこのような、えー、形で、えー、読んでいるよということを書かせてもらっています。まあ、あのー、先読みと書いてありますね。はい。先読みっていうのは、あのー、まず、説問を最初に見ちゃおうよっていうことですね。 説問を見て、読解の目標を決めようということです。そして、古文や漢文などの場合には、中を見ておく。先に中を見ておくことを僕はお勧めします。えー、特に注目をしたいのは、えー、要言。動詞形容詞形容動詞に当たるものであったり、二文以上の説明に当たるもの。この二つは、ぜひね、あのー、頭の中に止められるようにしておいてほしいんですね。 中がこちらにあります。はい。まず、表現に相当する部分はもう黄色で塗ってあります。えー、伊という言葉は、えー、銀営する、浪晶する。えー、戦は影響を受ける。そして、えー、人的っていうのは探求すると。 で、10番、11番、12番、えー、そして、まあ2番もそうですね。なんか、あのー、2分目が、まあ特に2分目が重要になってくるんですけども、こう、なんかしんないけど、やたらめったら時代の名前が出てきてるよね、と。ちなみに、徒歩は正党ここの人なんだよっていう風に言っていて、で、なおかつ10番、11番、12番、まあ10番、11番は2分目に山の説明をダラダラッと書いてるわけです。 単なる地名の説明ではなく二分続いてるってことは、これなんか答え出すときに使わなきゃいけないのかなそんな風に考えてみてください。12番は詩の説明ですね。詩の説明。はい。なんか具体的なものを演じたっていうのが、もしかしたらキーワードになってくるのかもしれません。これも徒歩の詩のようです。OK かなこんな感じですね。さてじゃあ問題を見てみることにしましょう。 はい。ええー、まあこのようにですね、漢字の意味を聞かれるっていう問題は、まず、漢文単語である、えー、可能性があります。まあ漢文単語っていうのも、まあ、 これで学ぶこともできますし、皆さんが持っている、えー、テキストであれば、えー、漢文筆形っていうのがね、ほとんどの高校生持ってるんじゃないですかね。学校で配られてるやつ。えー、それの後半の方に漢文単語というものがあったり。まあ僕が大好きな漢文のテキストで、この楽楽マスターっていうものがありますね。21円ですか安いですね、えー。僕はこれに準じて、あのー、何か知識事項は整理するようにしています。 では、文章に戻りましょう。えー、まあ、1番なんかは露骨に漢文単語なんだろうな。まずこれ読み方知ってるかなっていうところになってきます。で、2番も漢文単語的にいけば、 こいつって普通これって読みますからね。指示語ですよ。えー、なんで、このことを選びたくなるんですけども、えー、念のため文脈の判断っていうのも、まあ、えー、頭に入れてみてください。実は文脈的な判断をすると、今回はもう先にばらしちゃいますけども、このことが答えにはならないっていうことが、えー、実は分かっていただけるんではないでしょうか。はい。えー、問いにです。 ええー、まあ、あのー、文脈に依拠してね、えー、答えを出しに行ってもいいんですけど、まあ、せっかくですから、この、ね、えー、一文って言えばいいんですかこれがあるわけですよね。だから、これだけでやっつけることもできるんじゃないかなってことで、ちょっとやってみましょう。この、えー、防線部 A をしっかり解釈するポイントは、一つ目、反語が使われているということです。 ちょっとこっちの方見てみましょうか。はい。えっ、ー、と、何ぞって書いてあります。まあ、これはきっと、まあ、もっとわかりやすいこれですよね。はい。訳し方はどうしてですよ。で、知ら、んやって書いてありますね。んやって書いてありますよね。んやって言ったら、これはもう間違いなく、反語になるわけです。ですから、どうして知っているだろうか。いや、知らない。 っていう形になっているわけです。ですんで、えー、知らないのだって書いてない選択肢は、もう落としちゃっていいんじゃないですかね。えー、ですからもうこの瞬間に1番と4番は落としちゃっていいでしょう。そして2つ目、トーチ。普通だったらですね、何ぞ、 なんぞ、ほにゃ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 ほにを知らんやってなるはずなんですけども、えそれだとちょっとわかりづらいから、なんぞ知らんや、その知らない内容が、ここにべちょって書いてありますよ。そんな形になっています。そして三つ目。これが重要ですね。え接続語のいえども。いえどもという言葉は、いえども、 a, A 点 b, という形で、a, しかし b, という訳し方になります。っていう風になってくるとですね。まあ僕はこういう逆説は逆三角をつけたくなるそういう病気なんで許してほしいんですけども、えー、ちょっとここを見るとですね。うん、訓練することすでに深く、影響を受けることがすでに深くて、あとに、後にっていうことですか えー、それはすべての選択肢に、えー、後にってこうすべて書いてありますよね。後に、とにすまん、とほす、と言えどもって書いてあるわけです。つまり、ま、ここの部分が、A に当たって、B に当たるわけです。っていうことは、またうべきかをっていう内容っていうのは、はっきり言うと、進む。 勝手にプラスって評価しますね。と、しに、進む。とに進む。まあ、ここでは、との、死、えー、を、えー、徒歩のしを勉強することを指していますが、それに、家どもという逆三角がついていますので、ここの内容っていうのは、進めない。学ぶことができない。という意味合いにならないとまずいですよね。そうするとですね、 えー、選択肢を見てみると、後に学べない、進めないって言ってるのは、学ぼうとはしない。まあもうこれもすでに関係ないですよね。学べば得るところがある。関係ないですよね。えー、学ぼうとするのに何の妨げもなかったら進めますよね。えー、後に年を学ぼうとしてもできなくなっている。これが完璧な役になるわけです。はい。そうすると、もう答えはこの瞬間に5番と分かるわけなんですね。 大丈夫でしょうかはい。ええー、もちろん文脈をしっかり掴んだ状態で問い2番を解いていくっていうことも、えー、有効な方法だと思いますけども、もしね、文章がちゃんと読めなかったっていう状態だったら、一文をしっかりと、えー、取るっていうことも可能なんだよってことです。3番。3番は、詩を学ぶことを山に登ることに例えていると書いてあります。はい。年 えー、都市、宋、民、番というふうに書いてあります。ちょっとずるい話をすると、えー、1番と2番は両方とも都市、徒歩の市なんですよね。で、これだけ違うわけですから、この1、2番と3番の間には大きな隔絶があるわけですよね。 それは問い2番で自信を持って5番。えー、なんか知んないけど、そう、明代の詩や番頭の詩に影響を色濃く受けてしまっていると、都市を学ぼうとしてもできなくなるっていうことから、どうも1、2番と3番には大きな隔絶があるわな。じゃあ、その隔絶を山で例えてくれ。 っていうふうに言っているわけなんです。問4番。これも、まあ、やっつけられればやっつけたいところなんですが、まず、あの、選択肢を見るときに、さっきのこれかなえっ、ー、と、相動対比因果。ね、えー、文章を読むときにも、えー、選択肢を読むときにも、ぜひ、こういうの気をつけてもらえると嬉しいんですけども、すべての選択肢に共通していることは、絶対に正しいですよね。ですから、 こいつは、しからばすなわちと読むわけです。ちなみに、しからばすなわちの意味は、これは漢文単語です。それならば、純説です。ですから、この瞬間に、純説になっていないものは、ダメですね。ということです。年を学ぶものは、っていう風うに書いてあって、じゃあ、あとはどうすればいいんだろうかっていうのは、後でやることにしましょうか。問い5番。 これが都市の一例として、蛍たですかはい。えー、これを挙げています。じゃあ、この詩は一体どんな働きがあるでしょうかっていうのが、えー、この問題のポイントです。どうも、この詩っていうのは、身近な題材である。っていうことがすべて共通していますよね。で、そういう詩を学ぶことによって、 難解な詩を理解する基本になりますよ。というふうに、これも全ての選択肢って言います。じゃあ、あとは、この詩の評価ですね。例えば、まあ、こういう部分ですよ。こういう部分。こういう部分を、どういうふうに評価していくか。えー、これがこの問題のポイントになってきそうです。問い6番。ここから伺える筆者の主張というふうに書いてありますね。じゃあ、早速文章を読んでいきましょうか。 では、一段落目です。世の学ぶもの。あこの字ですか。はい。これはね、ややもすればと読みます。後で、これは、えー、解説をしたいと思います。えー、歳をもって、だから年というものを、難解となし。はい。との死って難しいよねってしちゃって、 あえてずって書いてありますね。はい。これは僕なんかはもうめんどくさいからネバーで覚えちゃってます。決して何々しないっていうふうに僕なんかは訳しちゃいますね。はい。何しないんでしょうかあえて何しないのかひとたびも目を通さずというふうに言っています。えぇ、ー、歳って難しいからさ、いいじゃん読まなくてってなってるわけですね。いがするところのものは、はい。音読している、えぇ、ー、漏えいしているものは、えー、そう、にん、 なんですよそうじゃなかったら、すなわち。そうじゃなかったら、はい、これはすなわちと言いますよ。番頭なり、番頭のものを読んでいるよね、と。はい。えー、みんなはね、簡単な、うの詩、民の詩を読むよね。そうじゃない人だったとしても、まあまあ、それも簡単である番頭のものを読んじゃうよね、と。 歳っていうのは、徒歩っていうのは、正党のね、詩人でしたからね、違うものってことです。何ぞ知らんや、訓練することすでに深く。これはさっきやりましたね。はい。僕たちは、このような、簡単なしって言えばいいですか簡単な詩に、訓練、影響を受けることがすでに深くてね、後に、と、徒歩の死。 に進みたいと干すといえども、進みたいと思っても進めないですよ。これは問い2番でやった内容です。さて、えー、じゃあこのややもすればやってみましょうか。えー、ややもすればっていうのは、意味はですね、えー、放っておくと、マイナスの 結果に至るそういう意味合いがありますええー、ですんで、えー、そのね詩を学ぼうとする人をですね放っておくと簡単な詩ばっかり読んじゃうよね年とは全く関係ないのばっかり読んじゃうじゃんっていうふうな感じになるわけですねでこのややもすればっていうのをちゃんと訳せているのは4番とかくなんですねはい えー、これが、えー、格好1の答えでした。続けていきましょう。二段落目。解くも物言うから始まりますね。はい。解くも物言う。えー、ここ格好つけちゃおうかな。学ぶものは、はい。この字はいいですよね。まさに弟子ですよね。まさに、えー、高きを登るに、はい。えー、低き、 これはよりと読みますね。英語の from に相当します。はい。ですから、この高いと低いが対比関係になってるわけですね。対義になってるわけです。高いものを登るときに低いところから登る。はい。両通すべからず。両通すっていうのは、まあ、えー、飛ばす。一個飛ばしすることはべからず。まあ、これはキャントですよね。飛ばしちゃいけませんよ。というふうに言ってるわけですか。これをカッコつけましょう。 この弦。この弦っていうのは今僕が鍵括弧をつけたところです。この弦、なんとかに近くして、近いねって言ってるわけです。ですから、少なくとも、こいつはこれとは読めません。これに近くしてって変ですよ。これ、このがこれを指してて、これに近いのこれって何指してんのよって話になっちゃいますから、おそらくこの字っていうのは、評価語 をしてるはずなんです。で、さっきね、ここでほら、対比の関係があった。実はここも対比の関係がある。是と非ってあるわけですね。非は間違っている。ということは、是っていうのは正しいっていうことになるわけです。この発言っていうのは、正しいに近いんだけど、おかしいところがあってね、というふうに言ってるわけです。 道にから続けて読みましょうか。道に同じからざるあるがゆえなり。同じじゃない、同じじゃない道があるから違うことがあるんだよっていうふうに言ってるんですね。ゆえっていうのは理由ですよ。はい。皆さんもね、手動かしながらボリボリ書きながらやってってみますでしょうね。はい。この字、女書いて口はもしと読むことがあります。仮定です。 もし、大山に登るに、えー、両方よりして、両方を経由して、えー、登るならば、これを、これ、低きよりとすという。この低きよりとっていうのめんどくさいんで、はい、えー、どっかのね、予備校が言っているスモールステップっていう言葉に置き換えましょうか。 はい。それは正しいスモールステップだよって言ってるわけです。ちょっとここに山の名前が出てきました。絵描いといたんでちょっと見てみます。今私は大山に登りたいと思っている。そのために両方から登ろうとする。それはまあ正しいスモールステップですよね。OK。 中央見てみると、えー、大山っていうのは名山ですと。で、大山の麓近くにある低い山、そこから登れば、それは大山にたどり着けるでしょう。それに対して、もし、これももしと読みます。減る、線引いて V。風域を経て、日韓の頂き、日韓の頂き この日韓っていうのは、大山を結局指しています。日韓の頂に至らんと願わば、これを尋ねること、いよいよ苦しく、これを去ること、いよいよ投資。まあ、マイナスイメージの言葉。まあ、それはきついよ、無理だよって言ってるわけです。不益っていうのは、えー、山から見て遥か南にある。つまり、全く関係ない山なんですよね。位置関係的にはここですか。 確実してるわけです。よし、退山を目指すとだから、不駅を登る。無理に決まってるわけですよね。これは、無理だよと。退山は目指せないよって言ってるわけです。で、これでもうなんとなく皆さんお分かりかと思うんですけども、退山というものが、これが、 徒歩の死を、ええー、例えている表現で、この不、益っていうのは、そう民、万頭つまり、えー、全く関係ないっていうやつですね。ええー、これを指しているってことも、 お分かりいただけるんではないでしょうか。じゃあ、両方って一体どんな風に例えられるんでしょうね。じゃあ、続けて三段落目し叱らばすなわち、とを学ぶ者、ええー、都市を勉強する人は、ええー、これもまさにべしですね。まさに、こいつっていうのは、英語で言うと助動詞に相当するので、 英語だったら助動動詞詞の下は動詞ですよね。だからこいつはもともとはいかんなんですけども「いかなり」という表現相当になるんじゃないでしょうかねそしてこの字上に不可能の「ふ」がない場合この字は何て読むかっていうと「かなり」ですね どうすればいいのって言ってるだけですよ、結局は。しからばすなわち、都市、ね、徒歩の詩を勉強したいやつって、どうしたらいいんすかねっていうことを言っているだけです。じゃあちょっと解けそうな問題解いていってみましょうか。えー、っと、あ、もうこれはいいんじゃないですかえっと、この3番に当たるのは、ええー、風液1番に当たるのは、退山。 ということはもうこの瞬間に、えー、問3番の答えは3に決まりそうですねはいえー、両方っていうのはどうもこの都市の中でもこの6つの5つか5つの作品を指しているようです問4番正しく読めているものを探してみましょうまず「まさに」っていうふうに読んでいます当たるは関係ないからもうバツっちゃうね いかんぞ、ここが動詞として読み取れていません。いずれのごとく、これもどうして動詞として読めていません。いかなるべく、いかなり、正しく読めてますね。はい。えー、ということで、これの答えは4番になりそうです。あとは1、3で迷いましょうか。はい。それが解釈2。それならば、 都市を学ぶものは一体どのようであればいいおそらくこれが答えでしょう。一応念のため3番。都市を学ぶもの、どのような時に対処わけがわかりません。やっぱり答え1番。さあ、続ける文章を読んでいきましょうか。じゃあどうしたらいいんですかね。はい。よ。これは私です。つまりここでは筆者を指しています。よう曰く、ケミシ。まあ、点検したよ。 えー、との語律のうち、はい。千金にして、駅名。いいよね。千金、この千っていうのは、浅いって書いてあるんだけど、プラスイメージだよ。ああ駅がわかりやすいかな。えー、駅が簡単、イージーでしょイージーだから、目。 これは分かりやすい。はい。ですから、それほどなんでしょう。深くない。ね。読みやすいっていうことなんじゃないですかね。で、この金っていうのは短。ね。どっかで読んだことありますね。つまり、まあ、ちゃんとこの詩をね、読むべきだと思うんですけども、 ね、ホタルはもともと腐敗した草から生まれずるものなんていうふうに書いてありますが、まあこれをちゃんと読まなくても、これっていうのは、わかりやすく、イージーなもの。そう。都市の中でもわかりやすくてイージーなものっていうことなんでしょうね。そうすると、優れた技巧が生きて、えっ、ー、と、表現にとは明確、 優れた技巧が生きているは関係ないかな叙情性、これも関係ないかな複雑な情緒、これも関係ないかな平易でかつ内容に奥行き。なんかこれが良さそうな気がしますね。うーん。作者の自らへの今しめなあこの中にはないですよね。この中にはないですよね。えー だって最後衰え終わってどこに行くのだろうかって蛍について言ってますからね作者についてこれを言ってることはないっていう風になるとまあこれはもう5番が答えになるんじゃないですかねはいえー、大丈夫ですかね最後まで読んじゃいましょうかえー、こいつはごときはいなんとかのようなもの」って言ってますまあ さっき言った5つの作品ですね。はい。えぇ、ー、英仏らの変の反復、え人、ー、益世話。このような都市の中でも比較的理解しやすいこの5つの作品をやれば、えー、神木おのずからと読みます。この字って大変だよ。よりって読んだりさ、こいつね。よりって読んだりさ、自らって読んだり、いろんな読み方するから注意してね。 おのずから明らかにして、文句にて、煩わざる。煩うことがないって言ってるわけですね。苦しむことがないって言ってるだけです。苦しむことがない。その、えー、冒険せざるを煩わざる。分かりづらいなーっていう風になることがないよと。これよりして進まば。こんな風に進んでいけば。つまり、年を学びたいんであれば、 正しいスモールステップを踏みなさい。じゃあ、その正しいスモールステップって何都市の中でも読みやすいものから読んでいきなさいと。都市難しいじゃんやだやだ読みたくないそれじゃあ、一生読めないよ。そう言ってるだけなんですね。はい。 え回、ー、を経て道に登ること、ほとんど気あらんというふうに言っています。じゃあ、答え合わせ最後は、トイロクマンが残ってましたね。はい、トイロクマンです。これだね。じゃあ、一個ずつ見ていきましょうか。 山に登る場合、下から一歩ずつ着実に登ることが大切だが、いいじゃないですか。学問、文言を収めようとする場合も、この原則を守れば、高度な作品を避けて始めたとしても、はい、ダメですね。高度な作品を避けてという言い方がまずいですね。山も登る対象は山だと高い頂上にたどり着けなくなるので、学問、文言を収めようとする場合も、人々から注目し、うん、これは関係ないですね。 3番。山にも様々な高さのものがあるように学問文言を収めようとする場合も、どれを対象として選択してもよくダメだよ山に登る場合、学問文言を収めようとする場合も、選ぶ対象が重要であって。どちらの、どちらも高い目標を選択して、その低いところから着実に進み始めてほそこのそのが大事ですね。ここでいう高い目標っていうのは、 えー、都市であったり滞山であるわけですよねでそのそのはこいつを受けてますよねその低いところから着実に進み始めてこそ順調に上達しいずれたまあ4番は答えでしょう一応5番も見てみましょう安全なみはい関係ないですねということで 答えは4番でしたはい、いかがでしたでしょうかね、えー。たまにこんな質問を受けるんで、最後にこんな話をして終わりにしましょう。漢文の復習の仕方まあ、あのー、音読をするっていうのも一つの方法だと思います。まあ、僕はこっちの方法をとってますね。今皆さん、こう、読んでいただいた漢文ありますよね。この文章。えー、こいつこいつこいつ。 まずね、僕だったらこの白文、ね、漢字だけってことですよ。これを全部写しちゃいます。送り名とか、帰り点とか一切書かなくていいです。まずは漢字だけをビャーって書いていきます。ええー、そして、その後にですね、ええー、そいつ、その状態で、帰り点がちゃんと書けるかどうかをチェックする。そうするとですね、あのー、自然と漢文が体の中にインストールされていく感じがします。ぜひ皆さんも騙されたと思ってやってみてください。 では、1年目、2010年の問題でした。終わりにします。